で、まあ、シャンクスですよね。ワノ国近海、妙なのが入り込んでるな、行こうぜ、おかしら。ルフィはもう立派な海賊だ、懐かしいな、おでんさんとここで別れて以来、おかしらルフィに会いに行こう。ラッキールー、そればっかじゃんっていうね。ラッキールーがルフィに会いたすぎて草みたいなね、すごく可愛いよな。お前一番ルフィに会いてんだろうっていうね。待て、ジョリカ、俺にはウソップに会う心の準備がっていうね、ヤソップのこう、お父さんとしての一面が見えたり、まあ、キッドのガキもいるんだろう。うちに喧嘩打ってきたじゃねえかね。で、ここでワノ国になんでシャンクスが来てるのか問題だよね、まずは。ルフィには会うつもりはないっていう、ルフィに会う気ないのになんでワノ国に来てるんだっていうね。で、カイドウの支配を終わらせるために来たんだったら遅すぎるし、なんか予言とかに誘われてきてるとか、なんかその20年後にワノ国が開国するとか、やっぱ開国に絡んでるような気は絶対するっすよね。ズニーシャとか開国とかね。で、だからこそ来てたんすけど、そのニカになることを待ってるとか、ニカになったルフィとすれ違うっていうか、ニアピンというかね、ワノ国にシャンクスが来るって予想してたんですけど、なんかただあんま絡まずにワノ国の近海にいて、そっからワンピースを取りに行くっていうところになるんで、シャンクスが今どこで何しているかっていうのはポンって分かったんですけど、開国に絡んでいるんだろうとか、ズニーシャに絡んでいるんだろうもいろいろあるんですけど、これが太陽の神ニカかっていうことだと思うんですけど、手配書を見ながらね。だからニカになったルフィの手配書を見ながら、まあ思い出してると、政府の船を襲ってゴムゴムの実を奪うところを思い出してたよね。つまりあの時奪ったあのゴムゴムの実がついにニカまで成長してくれたことっていうのを、なんかね、笑顔でちょっと見てるシャンクスみたいな。だから全部知ってる可能性出来高になったみたいなことだな、多分。CP9 が、乗ってるみてえだ。面倒だな。構わねえ、行くぞ。在庫なんてねえぞ。悪魔の実一つしか。なんだってんだ。ゴムになる実をなんで襲ってくんだっていうね。フーズ君の発言があり、まあ、時は経ち、ゴムゴムの実はルフィの元へ。ルフィが食べたっていうとこだよね。これ、この表現は。簡単に言うと、シャンクスはニカになったルフィの手配書を見て、過去を思い出す。で、思い出していく順番は、ゴムゴムの実を奪ったこと。風車村に戻ってきて、ルフィがゴムゴムの実を食べたこと。この左腕が失われること。思い出していくんですけど、その、ルフィがゴムゴムの実を食べて、左腕を近海の主に食べられる、その間に、謎の一コマなんですよね。海辺で夕日があって、なんかカモメが2羽こう飛んでる。で、そこでルフィに何らかの新聞なのか文書なのかっていうのを読ませながら、この麦わら帽子はよって笑顔で説明してる感じもあるし、でルフィの表情が見えないのも、泣いてんのか笑ってんのか無表情で聞いてんのか一番気になったんだよな。で、この表情な、近海の主にガーって来られて食べられる瞬間の、この笑顔のシャンクスが、まあ、髪の毛で隠れてるんですけど、目は。笑ってんだよな。なんで笑ってんだろうな。この食べられること、これが運命だって知ってるから覚悟決めて笑ったのか。だからこう考えていくと、シャンクスってまあ謎の行動を今までいろいろしてるんですけど、全てを分かった上で行動している可能性。まあほとんど黒ひげもそうなんですけどね。最大の目的があって、そのためにこう進んでいる感じがするんですけど、シャンクスも全部を知っていて、そのための行動を常々していた。だからゴムゴムの実を奪ったことでしょ。ロジャーの麦わら帽子をルフィに授けたことでしょ。で、頂上戦争でルフィを助けて、まあ世界の運命を大きく変えた。まあコビーの助けもありましたが、後で言いますけど、このタイミングでワンピースを手に入れようと動くことっていうのが、全てを知ってるからこその全部行動だったっていう。つまりシャンクスでまだ残ってんのが、白ひげに会いに行ってエースの動きを止めさせようとしたじゃないですか。あれもだから全てを分かった上で、黒ひげのこう暴走みたいなのがイレギュラーだからこそ、エースを止めろっていうのを白ひげに言おうとした。で、あとはカイドウとの小競り合いってあったじゃないですか、頂上戦争の時の。で、あれもよく考えたら、カイドウが来たらそれが全てを知って、今順調に来てるのにイレギュラーになっちゃうから止めたっていう、そのイレギュラー防止をずっとこうし続けてんのかなっていうね。シャンクスが頂上戦争の時の小競り合いで、シャンクスがカイドウ止めなかった場合どうなったかを想像すると、なんかシャンクスの目的ちょっとはヒントに見えてくるのかなとかね。黒ひげがグラグラの実奪えてないのかな。黒ひげに協力してるようにも見えてくるよな。少しルフィ死んでた可能性あるか、カイドウ来たら。覚醒せずに死んでたから止めた。カイドウが頂上戦争に来る目的は、これを機に白ひげをやっちまおうみたいなことでしょう、多分。多分政府側につくんだよね、カイドウは。いや、このあたりだな、考えると熱いのは。で、これ、黒ひげを野放しにする必要があるのかな、世界を良くするためには。
そうなってくるとクザンが黒ひげに加担してるのもなんかちょっとサンクスとのつながり感じるけどな。エースを止めた描写でカイドウを止めた描写、このことによって黒ひげは自由に、まあ、エースは止められなかったわけですけど、結局黒ひげに協力しているような感じするな。でカイドウが来なかったからこそ世界政府対白ひげ海賊団の戦いはああいう感じになって、まあ、いい感じのバランスで戦国の作戦とか杯の作戦とかその辺で、まあ、ちょっと形勢が世界政府側になり、その隙で、まあ、黒ひげが来て漁夫の利を得ていったっていう。どうだティーチ来い、俺たちが相手をしてやる、どうだティーチがあったよね。うわ、そこしびれるな。そう考えていくとこいつは戦わないことを見越してあえて煽っていった可能性もあるけどな。あれシャンクスも本当は戦おうとはしてないという、黒ひげと。黒ひげこのまま野放しにした方がいいからっていう目的があるんだったら、その何を考えてんだこいつっていう睨み合いが数秒あってぜはーやめておこうだったらマジで熱いけどな。あそこの睨み合いもさらに意味深に見えてくる。悪役ではないと思うんですよね、シャンクス。俺の肌感覚は。シャンクスは絶対にロジャーの意思を受け継いで、何らかの理由で行動している善人だって、俺はまあ言い続けてきて、今もそう思ってんすけど、これを機に、シャンクス悪役説、マジでもう一回真剣に考えてみようか、みたいな。根拠揃えてみようか、みたいな。そうすると、こう説明できることもいっぱいあるじゃないですか。このワンピースをルフィより先に見つけようと動き出した点とか。で、決定的な矛盾点が出てきてほしいね。決定的な矛盾を炙り出したいっていう目的のもと、シャンクス悪役説をもう一回考えてみたいみたいなね。ああ、まあ何をもって悪役と呼ぶかは確かにあるんですけどね。政府側というか、こう世界を壊したいのか、そっち側というかね。絶妙に敵か味方か確定しない感じで、むしろ敵側の雰囲気を出してきたっていうね。シャンクス結局何考えてんだっていうのが、いやー、ついうところだよな。で、ルフィに会う気はない。今俺たちの縄張りで何が起きている、ルフィの子分だっていうバルトなんだっけが、うちの旗燃やしてルフィの海賊旗に変えた、そのけじめはどうする、俺の信頼は。だからこれは柱としてこういうセリフで船員たちを納得させた。でそれをてんてんてんってベックマンが見てる。本心はちげえだろシャンクスっていう。でお酒を飲んで、なあベック、そろそろ取りに行こうか、ワンピースに繋がっていくんで、ルフィと会うことよりもバルトロメオへの復讐を優先したというよりは、船員たちはそうやって納得させて、本当の意味としてはワンピースを取りに行く、その今一番優先しなきゃいけないところっていうところだ。ワンピースが何なのかもそうだし、取りに行こうかが奪うっていう文字になってるのもそうだし、なんで先にシャンクスワンピース取っちゃうのっていうね。俺たちは何を目指してんのっていうね。それが複雑に絡まっていろんな可能性を生んでる。今なんでシャンクスはワンピースを取りに行こうとしてんのかっていうのを、シャンクスが敵だと仮定した場合、味方だと仮定した場合、その2つにまず大きく分けて可能性をこう模索していく、行かなきゃいけないね。で、敵だった場合、さっき黒ひげに協力してるかのようにも感じるっていうのがあったんですけど、だとしたらシャンクスは純粋に海賊を狙ってるとか世界滅ぼそうとしてるのかとか、そんな感じで、そのラフテルに置いてある見つけた時に世界がひっくり返るワンピースを見つけに行こうとしてる、どこに向かってるのかっていうのが、ラフテルっていうパターンとこの取りに行こうかが奪うになってるんで、誰かがすでに持っててそれを奪いに行こうとするみたいなさ、可能性がトーナメント式にめっちゃあんだよな。シャンクスが、まあ、味方だった場合とかはどうなんだ。世界をひっくり返すために先に誰かがワンピースを見つけておく必要がある。ルフィより早くってことだよね、これは。多分ルフィに会うよりも優先してワンピースをそろそろ取りに行こうかって言ってるので、ルフィは海賊王になるためにラフテルに向かうはずっていうのはシャンクスは知ってるんで、それより早くルフィたちより先回りしてワンピースを取りに行く必要がある。味方の場合、まあ敵の場合、どっちもラフテルにワンピースが普通に置いてあって、それをシャンクスが取りに行こうって言ってるんだったら、もうロードポーネグリフ持ってるのはシャンクスって確定はするよね。まあ俺は常々このライブ期間中、シャンクスが最後のロードポーネグリフは持ってるはずっていうのはずっと伝えてきてて、その根拠としてはそのロードトゥーラフテルっていうね、救済期間中に少年ジャンプで描かれてた設定が資料みたいな。でそこに全部で4つのロードポーネグリフは過去にどこにあって現在どこにあるのかっていう、こう描写がね、ドンドンって出てたんですけど、過去の4つ、現在の4つみたいな。魚人島に置いてあったロードポーネグリフだけが今現在所在地不明になってるみたいな。でそこの魚人島にあったロードポーネグリフを見てたのって、あのロジャーの過去編だと思うんですけど、とロジャー海賊団と魚人たちなんだよね、そこのネプチューンを含めた。ってなると、まあシャンクスが持ってるのはね、自然というか。でまあ映画の公開もあるし、映画のタイトルがレッドっていうところもあるんで、ロードポーネグリフのことも示唆してたら熱いかなみたいな。でも俺それが一番自然な気がするな。 95% ぐらいは普通にワンピースはラフテルにあるような気がするんですよね。うん、ラフテルにないと熱くない。
うん、それもあるよな。なあ、ベック、そろそろ取りに行こうかって、ワンピースって言ってるところにお酒があって、そこにね、5番って書いてある、67の5番。まあ、ベートーベンの運命をしてるんだとしたら、もうここまでの全てが運命というかね、必然であるかのような印象も受ける。67、5番のことをいろいろ言ってたよね、みんなね。牧野酒造に67号っていう日本酒がある、牧野と酒造とかね、交響曲第5番、破綻調作品67が運命、ベートーベンの運命。67は、5コマ目はこれって言って、グランドラインでまた会おうみたいなね、ルフィが銀が言ってたことをサンジに伝えてるところか、うん、まあどれが正しいかわかんないですけど、まあ一番しっくりくるのは運命かな、ベートーベンの。